はい、ゴーケンチャンネルの渡辺健吾です。今日は、岡山県高梁市にある私の生まれ故郷ですねの、雷求寺にやってまいりました。それでは行ってまいります。ゴーケンチャンネル。いや、久しぶりだな、雷求寺。多分10年は来てねえんじゃねえか。これ正面。今日は生島住職に、これからちょっと雷求寺を案内してもらいましょう。遠州流の岡山支部長でもあります。今度全国大会あるんですよね。そうです ね今日はものすごく身軽なですよね。もうちょっとなんかもっとちゃんとした格好されてるかと思ったらここが本堂ですね。本堂ですね。毎朝お経をあげてるんですか。はい。ここはかつて、はい、最初全焼して、はいはい、それから建て直して約、200年ぐらいですね。全焼、はいはい、1800年ぐらいに全焼してるんですね。それからここの本尊様は小観世音菩薩って観音様ですね。観音様。はで、ここの、はい、その金蘭の布のところに、はい、皆さんご存知の葵の門が、はいはい、ありますけれども、ありますね。はい、この本堂には家康から12代までの位牌が祀られている。初めて知りました。こんだけ雷求寺来てて、初めて知りましたよ。何十回できてるけど、そんな感じですか。はい、はい、じゃあ名所庭園に行きましょうか。ガーデンコンサート今年はやるんですか。今年はやっぱり中止になったんですか。いつもこの庭園でガーデンコンサートをやるんですよね。この辺がベストか。はい、よいしょ。よくしょ。あれでもお茶って立ったり座ったり大変ですよね、年そうだな。そうね、膝痛になった。じゃあ説明お願いします。はい、今日気軽な格好してるっていうのも、はいはい、庭の整備をしてたんですか。このそこの模様丸住職全部引いてるんですよね。あ、今朝引いたばっかしです。あ、そうですか。何日に何どれぐらいのスパンで、どれぐらいして別に決めてないですけど、その時々で。雨降ったりしたらですもんね。雨降って、そうなったり、はいはいはい、この時期は草が生えたり。ああですね。刈り込みのところに鶴が出てきたりとか。鶴鶴鶴鶴
これ伸びていくよ。ああ、そっちのつるね、うん、植物のつるね、うん、ああなるほど。ここはあの、はい、愛宕山の借景とですね、はいはい、あの後ろの愛宕山です。あれが自然景観の借景と、はい、それからさつきつつじの刈り込みっていうのが、はいはいはい、この庭の特徴ですね。はいはい、そうそう、まあ、400年前に小堀遠州がまあ策定したということになっております。400年ということは1600年頃。そうです ね。ちょうど今はあの花が終わ6月に花が終わって、はい、刈り込みをして、はいはいはい、それでまああのちょうど新またそこからの新芽が伸びてるっていう状態ですね。あ、それはあの後ろの方のあれですか。生垣もそうだし、はいはいはい、さつきつつじもそうですね。あ、ちょっとこうピンピンピンと伸びてる。あ、なってますね、はい、うん。住職の中でいつが一番好きですか、この庭のシーズン的に。あ、そうですね、10月にもう一度刈り込みするんですね。あ、そうですか。あ、でその刈り込みが終わって、はい、これはまだそうきつくなく形を整えるような感じ、はい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 、感じで、まあ、あの刈り込みするんですけど、はいはい、それが済んで、はあ、まあちょっと形が綺麗になるんですね、全体的に、はいはいはい、その頃から、はあ、あの紅葉が11月の下旬ぐらいにしてきますから。はいはい、紅葉ですね、その頃がいいですね、紅葉ね、どの辺の、あ、あの辺がもう 赤くなってくるんですね。あ、もみじね、はあはあ、なるほどね。もみじ、あの後ろの方ですね、はいはい、あと雪が降ってもいいですよね。雪があんまりここは降らない最近ね、うん、最近降らないですね、本当。まあ 1,2 回ちょっとそんな景色が見えるぐらいですよね。まあでもそれタイミング合わさんと難しいですもんね、雪はね、すぐ溶けるし、昼には溶けますもんね、ここらね。まあそうです ね、ずっと一日真っ白っていうのは、まあ、ほんの何年かに1回ぐらいしかないですね。確かに確かに、うん、もう久々に来ましたよ。で今あれですよね、あのローカルの CM もちょうどここにおじさん座って、あ、ね、あれ日曜日の朝僕いつも よく見るんですけど、あの CM を、岡山松田の、はいはい、あの人はひるきさんっていう、はあ、トライなんとかスープって、あの岡山のバスケットチーム、あ、そうなんですか、あそこの監督なんです。あ、そうなんですか、うん、なんかハーフみたいな顔してらっしゃるけど、うん、うん、いつもあのワイドなショーを見てたらあの CM が流れる。あ、うん、もう10月で丸1年になるから。あ、ですか。なるほどなるほど。特に下にどこで撮ったとかテレポはないですけど。ないですよね、大概皆さん、うん、あの、ま、ここへ来た人は分かるみたいな、ね、でしょうね、うん、来月あの10月15日から封切りされ、はい、ロードショーになる、あの、はいはい、萌養軒、ほう、萌養軒もここで、ほう、今庭見てるこの部屋から部屋を入れて、はい、まあ、バックにこの庭もちょっと入るんですけど、はいはい、あのここで ロケーションの一部をここで撮ってる。あそこ水全然張らないんですか。はい、張らない、空池だ。あ、空池、で空池の上のところのあのもみじ、はいはいはい、あれは、3回色が変わる、はい、1年で。最初はあのいわゆる何色って言ったらいいのかな、はい、赤ワインの薄い感じの色。ああ、それは春頃ですか。春、うん、それから
だんだん夏にかけて、はい、それの赤さがだんだんこの緑になってくる、はいはいはい、緑になって、はい、そして樹脂が最後紅葉して、なるほど、散っていく、散っていると、うん、だから3回色が変わる。なるほど、ね、その辛い系っていうのももうそういうとデザインなんですね。まあそう、そういうことですね。辛い系を楽しむという、まあ、枯山水っていうことだから、まあまあ水は使わないで。ああ、そういう、あ、そうからも来たんですね、枯山水って。なるほど。昔、その昔は1600年ぐらいにできたんだったら、その備中松山藩の殿様なんかでもここで茶会したりなんか、そういう記録とか残ってるんですか？そういうものはないですね。あ、ないんですか。それとあのこういう菓子とかクスとかいう、はい、まあ、いわゆる生垣っていう部分ですね、はいはい、あれもこう後ろの建物をちょっとあまり見せないようにするために、あの生垣っていうのを作ってまして、うん、これは近年に、ね、ああ、なるほど。もともとはなかったですよね。もともとはなかった、うん、だからあの借景の、はいはい、まあ高山を中心とした自然の景観も、あ、なるほど、こうスッとこう庭に入ってくるんですね。なるほど、なるほど。一体感がものすごくあったと思う。なるほどね。従来だったらあの一番高いところがなかったんですね。そうです、バックのね。でそのまま山がスーッと山肌がこう入ってくるっていう。なるほど。うーん、家があったとしてももう昔のあの木造のそうです、ね、ちっちゃな家があったぐらいのことでしょうか、ね、だからあのどう言ったらいいんですか、この景観にもまあ馴染むとは言わんけど、まあ、うん、まあ違和感、まあ、今ほど違和感はないですよね。後、楽園なんかでも私この間そう思いました。あ、全部でもちょっと一部マンションボコッと出とったけど、あそこもずっと後ろ見えんようにして、今もうどうしてもね、昔はもう全部その領地だったから何とでもなった。今はそういうわけじゃない。でも他の YouTube を見るにしても、まあそうですよね、最長20分やな。まあそうですよね。15、6分っていうのが適当やな、ね、そうですよね。まあみんなそう思って多分作ってると思います。ここってあの茶会の時にこの間もあったあの釜を入れるとことかあるんですか？あるよ。あ、ありましたっけ前から。で今もここで、ね、なんかやってるんですか？やってる、稽古して。あ、高橋の人たちを中心とした、はい、もうやっぱり演習流だけで。あ、そうそうそう、稽古をね。あ、なるほど。まあやりましたよね、あの辺。あれが多分もう20年前ぐらいかな。まあ2000年ぐらいじゃないですか。いや、もっと前ですよ。僕がやったのは1999年ぐらいです。おそらく90とか。新しくでもそれぐらいです、うん、新しいってもう相当前けど、もう20年ですです。で一緒、長浜も一緒に行きましたよね。長浜、ね、長浜滋賀県長浜市。ああ、来ました ね、 ね。だからあそこも小堀遠州さんのゆかりのなんか、そう、ね、生誕地、あ、生誕地ですよね、うん。あ、赤トンボ。これトンボね、結構飛んでるんですよ。あ、そうですか。赤トンボもおるし、それから真っ黒のトンボもおる。でも赤トンボ出てたらもう季節、秋ですね。秋。小さい秋ですね。涼しい。涼しいですね。今日は特に涼しい。
住職も忙しいんで、これぐらいで撮影を、はい、まだ作業進むんですか。大変ですよね、一人、基本的に一人だから、ね、いや、じゃあありがとうございました。はい、はい、第9次やっぱり庭園を見ると落ち着きますね。久しぶりに来ましたけど、それでは帰りたいと思います。